下水処理場の上にあるグラウンドと駐車場の左に見ながら、正面に行くと東三国交番の方に左側があるんですけれども、もう一つこちらの方にもですね、公園が広がってくるんですね。その18条東公園がですね、東三国のですね、新御堂筋側の方にも伸びているということなんですね。幼児用のブランコがあって、休憩場所、柵のついた砂場があって、そしてですね、滑り台にコンビ遊具、乗り物系の遊具にあって、そして時計があります。そして奥の方に行くとですね、こういう感じでですね、高台になっていてですね、円形のヤシの実のような木がですね、迎えるんですね。向かって左の方にはこうやってですね、テーブルのついたですね、休憩場所があって、暖かい日にはですね、ランチに最適なところですね。そして向かって右の方に行くと、災害時にですね、かまどとして使えるベンチがあります。そして降りてくると、この木に囲まれたところに椅子があって、鉄棒、そしてこの大きなですね、山のような遊具があり、滑り台、そしてフェンスのですね、穴のついた遊具類、そしてブランコがあるという構成ですね。そして南側の入り口の左側の方には公衆電話があります。18条東公園を過ぎてくると、正面に新御堂筋の高架が見えてきました。そしてここから信号を右に曲がってくると、校舎が見えてくることになります。そして18条から東三国の方へ入ってくるということですね。ちょうど東三国中学校を右見ながら住んでいることになります。そこから右の方へと曲がると、東三国小学校があるということで、こちらはですね、小学校と中学校が隣接しているところというところなんですね。そして東三国中学校の周辺ですけれども、こうやって音楽スタジオやバーがあったり、美容室に中華料理店があったりしています。そしてですね、奥に行くと左手の方に新大阪歯科技工士専門学校の校舎も見えてきます。そうすると右手の方に行くとですね、滑り台があってですね、動物系のですね、遊具が一つにベンチがあるんですけれども、まあ、これはですね、小さなですね、児童公園があるんですね。そして左手にあるこちらの高層のマンションがモンセール東三国になります。高層15階建てのですね、そのマンションを左に、そして右の方にですね、立体駐車場があるんですけれども、ちょうどマジックバードの方へと差し掛かることになります。1階の方にはイオン系のコンビニミニストップがあります。左の方に目を向けると、東三国歩道橋があります。そしてちょうどですね、新御堂筋の方の高架が見えていったことになります。すなわち国道423号線ですね、大阪メトロ御堂筋線の線路沿いにも当たります。信号を渡って右の方へと曲がってきたんですが、そうするとジャパンの東三国店、ジョイサウンド、そしてツタヤ、ミスタードーナツの商業施設を右に見て進んでくることになります。右からそして左へと一つずつ曲がってきて、東三国2丁目の住宅地の中を歩いているんですが、そうすると右手の方に行くと公園が見えてきたんですね。東三国東公園の方へと来ました。こうやってですね、段差のあるところにですね、この公園のですね、この名所があるんですね。そうするとブランコがあって、コンビ遊具があり、柵のついた砂場、そして傘のようなですね、待合場所があるという光景でですね、まあ、今ですとお子さんたちが遊んでいらっしゃる風景がありますが、そこから歩いてくると時計台があります。その東三国東公園のいわゆる向かい側になるんですけれども、大きな建物があるんですが、こちら神社になっているんですね。まあ、こうやってですね、柵の方がつけられていてですね、入れないようになってあります。その公園の東側、向かって右側の方には手洗い水道があって、その向かい側に東三国デイサービスセンター波早の施設があります。マンションの上に郵便のマークがあるんですが、1階の方に淀川東三国郵便局があります。
そしてここから右へ曲がると東三国に交差点、いわゆる東三国駅前の方へと進んで、そして右の方に神社があります。で、今回は私はここで左の方へと曲がってきます。そうすると左にですね、緩やかにカーブしてくるとアンダーパスが見えてくることになります。すなわち淀川区から東淀川区の方へ入ってくるということですね。左へカーブを曲がり出した信号の手前には淀川消防署の東三国出張所があります。そこからですね、左の方へ緩やかにカーブしてくるということですね。左へ緩やかに少しをカーブしてくると JR 線の線路が見えてきました。その線路下をですね、アンダーパスがつながっていて、ここから東淀川区の方へと行くことになります。右側の方はもちろん自動車しか通れないアンダーパスになるんですが、左側ですね、そのアンダーパス側の左右にですね、こうやって歩行者と自転車が通れる道路があります。そこからですね、抜けていくことになります。アンダーパスの左右のですね、道路を通ってくると、こちらにですね、また地下道の入り口があるんですが、こちらが歩行者自転車用の入り口、そしてちょうど今大阪東線の201系866編成の清法寺行きが通ってきます。そして私はというと、このですね、高さ 1.5 メートルしかないトンネルをですね、線路下のトンネルをくぐってくることになります。もう私の高さがですね、173センチですから、もうこれですね、ここまでですね、届いてしまうほどなんですよね。そしてこの高さもですね、ご覧のようにですね、非常に低いというのがお分かりいただけるかと思います。このような高さになります。まあ、私のですね、身長174のですね、身長よりも、まあ、左端に行かないとですね、もうギリギリという感じですよね。そして、その電車音がですね、非常にですね、大きく変わってくるんですね。高さが 1.5 メートルしかない JR 京都線大阪東線の線路下のトンネルをくぐって東淀川区の方へと入ってきました。南東の方へと進んでくると関西未来銀行の西淡路支店が見えてくることになります。そしてここから左へ曲がると西淡路郵便局の方へと行くことになり、そして右斜めに進むとローソンへ、そしてここから右の方へと行くと駐輪場の方へと行くことができます。そこから右の方へとカーブしてくるとですね、右手にこのようなですね、駐輪場があって、24時間でですね、80円で利用できるということなんですね。まあ、台数は少ないんですけれども、もちろんイコカの方でも使えることができるということでですね、非常に便利ですね。 JR 東淀川駅、東淀川区側のですね、東口の方に到着となります。ちょうどですね、東淀川駅前のバス停がですね、手前にあるところなんですけれども、その手前の方にですね、こうやって東淀川駅の駐輪場、有料駐輪場の定期置き場の方がですね、広がっているということなんですね。今回はですね、阪急三国駅前の方からですね、歩いてきたんですけれども、18条経由で JR 東淀川駅まで来たわけなんですけれども、その時間が1時間4分01秒、距離にして 4.78 キロ、7014歩の539キロカロリーということで、三国からですね、この東淀川駅まで、まあ、大体はですね、40分程度のところなんですけれども、まあ、今回は18条経由でですね、行ったこともあって、1時間かかったということなんですけれどもね。まあ、今日はですね、こうやって青空が広がっていて、まあ、そんなに寒くもありませんでしたので、まあ、着重ねしてるとですね、ちょっと汗ばむような感じとなって、まあ、ポカポカ陽気だったんですけれどもね、まあ、お子さんたちのですね、元気な姿、ちょっと大変な状況が続いている中なんですけれども、お子さんたちのですね、元気な姿を見てみるとですね、まあ、私も、まだまだ歩いて頑張っていきたいという気持ちにもさせてくれますよね。ちょうど今普通電車がですね、スマ行きが入ってきたところで、この動画の終わりにしたいと思います。
今回は阪急三国駅前から18条を経由して JR 東淀川駅前までを歩いてきました。